じゃあ行きます。まずね、実際のね、まあにありそうな問題です。まあ構造はまずグラフに関することを聞かれて、まあその上でね設問がつけられています。まあそんなにシビアな話じゃない。ね、ある点を通過しますというのは書いてある通り代入しろって言ってるだけです。で、x イコール a を軸とする。まあここら辺の都合あれも問題の都合に合わせてあげるしかない。じゃあもういちいち PQ とかやらんでいいだけって僕も言いたいんですけど、まあまあ EQ をちゃんと処理できるかっていう計算についてもまあ一番では聞かれてるんかなと、まあ、いうふうな構造になってますね。で、トールはいいですか、トールは堤先生の名前もトールだから、トールはいい、今後ずっとトール君は代入して代入しかない、絶対代入し、絶対代入、いらんこと考えない、絶対代入。はい、というわけで、まあ1、9放り込んでくださいね。だから Q と P の式がこうやって立ち上がる。で、Q について解くことによってどういう効果があるか、 Q を一応今後削除できるんですね。まあだから Q を消してしまってこの式はとりあえず役者は P だけになったわけです。で、次軸の条件を使いたいので平方完成をしました。そしたら軸の方程式を x イコールマイナス2分の p とかけた。こいつが x イコール a 軸とするって言ってるから、これでやっと a と b がつながりまして、まず p を a で書くことに成功します。で、 p を a で書けたということはこいつを a で書けたということですから q も a で書けるよねっていうふうにつながっていって、まあ、答えがこうして出ますよという話で、この時点で残りの2番、3番、4番見たら全部 A の範囲出せ、 A の範囲出せ、 A の範囲出せですから、もはや PQ に用事はありません。で、このゴミども消えろ、てめえらもう様子見なんだバカ野郎ということ で、これで試練終了だ。中は山口、はい、何でもないですよ、川口じゃないの、大丈夫ですか、質問あれば言ってください。これ準備ができました。じゃあ2番、3番、4番はそれぞれの個性がある問題です。ということで、辰巳っちゅう、はい、はい、じゃあ引き続き2番に参る、大丈夫でしょうか、